梅雨も明け、夏本番を迎えた7月の終わり、街が夕闇に染まる頃、藤沢夏の風物詩、湯行の盆前夜祭が始まった。街に響くのは、CD から流れるおなじみの東京音頭や炭鉱節ではない。三味線、笛、太鼓のお囃子に音頭取りたちが歌を合わせる郡上踊り。岐阜県郡上で江戸時代から続く盆踊りだ。なぜここ藤沢で郡上踊りが踊られているのだろうか。盆踊りとはそもそもどのような行事であったのか。日本人に最も身近な民族芸能でありながら、その実像はあまり知られていない。手がかりはある一人の僧をめぐる物語にあった。藤沢市西富の遊行寺に一辺聖絵と呼ばれる国宝絵巻が所蔵されている。遊行寺の創始者が師と仰いだ鎌倉時代の僧一辺の生涯を描いたものだ。一辺は念仏信仰を人々に伝え広める放浪に生きた。聖絵にも登場する踊り念仏という一辺独特の布教スタイルこそが盆踊りの起源とされる。踊り念仏の全貌を追って遊行寺を訪ねた。鎌倉時代に誕生した日本の仏教の宗派に、時間の字に宗教の宗と書いて自宗という宗派があります。鎌倉後期に一辺上人という方がお開きになったお念仏の教えを伝える宗派です。この一辺上人の生涯を描いた絵巻物、国宝に指定されているのが一辺聖絵です。16年間の旅というのは、北は岩手県の北上から南は九州鹿児島まで、全国ほぼ全体を歩かれて教えを広められた生涯を描いた貴重な絵巻物です。一辺上人は旅をして各地でお念仏のお札をお配りしていたんですけども、佐久ですね、長野県の現在佐久市というところに来た時にですね、ある武士の館で、お念仏をしてたんだと思うんですね。急に、お坊さんが踊り出したですね。その踊り出した時に、まあ普通で考えると抑えなさいとかやめなさいっていうところなんでしょうけども、一辺上人は続けなさいと言って、自らこう物を持ってですね、音頭を取って、鉢を叩いて音頭を取って、踊り念仏をしたって言うんですね。武家屋敷の庭で十数人の僧たちが輪になって飛び跳ねている。縁先に立つ一辺は手にした酒器を叩いて表紙を取っている。念仏に臨む信心の高まりから偶発的に起こった踊り念仏、見物する民衆たちをも感化し、ある者は合唱し、ある者は踊りに加わった。これを機に一辺は踊り念仏を柱とした独自の布教スタイルを構想する。しかし思うような成果が上がらない中、その進化を問うべく挑んだのが当時幕府のある鎌倉での布教だった。鎌倉に入る前、長砂に3日間滞在し、一辺は仲間の僧たちに鎌倉入りの覚悟を述べる。鎌倉で成功しなければ私たちの布教は終わる定めだ。鎌倉入りは一辺の布教生命をかけたものだった。鎌倉時代の政治の中心といいますと、当然鎌倉でしたので、鎌倉の町の中に入って教えを広めるというのが目的であったと思われますが、鎌倉に入る直前で阻止されたんですね。それで縁があって辰の浜に移動して、そこで踊り念仏を行ったわけであります。でその踊り念仏はですね、数ヶ月に及ぶということでありますので、多くの方々が、駆けつけて踊り念仏に
一緒に踊ったっていう記録はないんですけども、踊り念仏のところにですね集まったことによっておそらく、教えを受けて感銘を受けてそれが伝わっていって多くの人が集まったというふうに考えられます。鎌倉幕府は浮浪者らの市中流入を厳しく取り締まっていた。一辺たちも警護の武士に行く手を阻まれる。このような武法をするのは名声目的だろう。杖で打ちつけて避難する武士に対して一辺は毅然と自らの覚悟を述べる。念仏を進めることは我が命、制限するというならばここで死を迎えよう。結局鎌倉へ入ることはかなわなかったが、一辺の死をも恐れぬ態度が鎌倉周辺の人々に知れ渡ることとなる。僧や民衆が群がって集まり、多くの布施が寄せられる中、一辺一行が落ち着いた先が片瀬の浜だった。片瀬の人々は踊り念仏を熱狂的に受け入れる。踊り屋が建てられ、4ヶ月にもわたって踊り念仏による布教が行われた。もはや鎌倉市中で測るまでもなく、踊り念仏があまりに有用な布教スタイルであることは明らかだった。片瀬での盛況に後押しされた一辺一行は、その後東海道、京都、山陽道、四国と遊行を続けた。その一辺上人が各地で行っていた踊り念仏というものが、おそらくその後一般の人たちにも踊られるようになってくる。それが今度はいわゆる踊り念仏はもともとは亡くなった人たちの供養であるとか、そういった意味合いが大きかったと思うんですが、次第にその楽しいもの、嬉しいものというものにが加わっていって、一つの芸能、それから娯楽、あるいは地域の催し物へと展開していったというふうに言われているんですね。ですから一辺上人の踊り念仏がその各地に根ざしていって、それが今の盆踊りになっていったというふうに言われる大きな理由と思われます。踊り屋を仮設し、円陣を組んで右回りに回りながらの踊り、楽器を打ち鳴らす中、合唱し足を踏み鳴らしながら踊る僧たち。聖絵などに残る踊り念仏の描写はそのまま今日の盆踊りに通じる。一辺は踊り念仏の目的について、信心の気持ちを飛び跳ね踊ることで示し、阿弥陀仏の許しを楽器の響きに表して迷える民衆を仏道へと目覚めさせると説いている。土地ごとの感性で歌や踊りを磨いていった結果が遊行の盆に集う各地の盆踊りの姿だ。繊細な呼吸の音が北陸のしっとりとした情感を漂わせる。地元で歌い継がれてきた民謡越中おわら節の旋律に合わせて踊り手たちは優雅に踊っている。おわら風の盆の本場は越中八尾の町、その中心にある門明寺は鎌倉時代の建立だ。遊行寺と同じく中世の念仏信仰の拠点であり、藤沢との縁を感じさせる。踊り子の黒ずきんと羽縫衣装が印象的な秋田県宇郷町の西馬内盆踊り。
戦国時代後期、西馬音内の領主であった小野寺一族が滅び、その霊を鎮めるために西馬音内の人たちが踊ったのが起源と言われ、亡者踊りの異名を持つ。一遍の踊り念仏も亡き人の供養や人々の救済のために踊られたが、これは偶然の一致ではないだろう。西馬音内の地には中世の実習の信仰を示す貴重な石組みも残されている。亡き人の供養のために踊る文化が西馬音内には古くから息づいていたのかもしれない。やっとさーの掛け声と太鼓の音が湯行寺境内に響き渡る。四国徳島県を発祥とする阿波踊りは400年もの歴史がある。阿波踊りが全国各地に広がり始めたのは戦後。その代表格が東京高円寺阿波踊りだ。今では100万人を集客する本場徳島に肩を並べるビッグイベントに成長した。一遍のふるさとは四国で、一遍自身も阿波の国を訪れている。四国各地には踊り念仏に連なる古い文化が今も色濃く残っている。今なお人々を魅了し続ける盆踊り。その起源とされる踊り念仏は、ここ藤沢での熱狂をきっかけに全国へと広がっていった。一遍は後に藤沢での盛況を振り返り、自らの布教の意義を確信できたと述べている。片瀬の人々の熱狂がなければ、踊り念仏による一遍の布教は挫折し、盆踊りが生まれることもなかったかもしれない。700年の歳月を経て、今年も藤沢湯行の盆に一遍が灯した踊りの熱狂が舞い戻る。